見逃すことのできないバイク4台が並んでいるのがお分かりいただけますでしょうか。レトロ感、クラシック感、そして伝統的なカラーリングを施したこの外装キットを装着したバイク4台。まず一番右手のバイクは MT-09、 そして MT-07、 YZF-R25、 そして一番左手が SR400 となります。こちら実際に皆様またがっていただくことができますので、後ほどぜひこちらもお写真撮っていただければと思います。さあでは最後にご紹介してまいりましょう。今ワイズギアガールが2人立っている場所、こちらがオーセンティックスポーツウェアやグッズのコーナーとなります。もちろんですね、岩田さん、鈴木さんも日常的に愛用していただいているというこのレトロ&クラシック感漂うデザインなんですけれども、ジップパーカー、そして T シャツ、ポロシャツ、アライシャドウヘルメット、さらには iPhone ケースやハンドタオル、ステッカー、キーホルダー、バックパックなどさまざまな新作アイテムも追加され、より充実したラインナップとなっているんです。しかもですね、この会場内限定発売ということで、ここでしか手に入れることができません。しかも東京モーターサイクルショーならではのセット価格、特別価格もございますので、ぜひこの来場記念としてカウンターにも後ほどお立ち寄りいただければと思います。さらに会場内 QR コード読み込んでいただくとウェブアンケートに行き着くんですけれども、はい、今スタッフ